の住処からスペシャルズへの対比がエグすぎて絶望が隠せないみんなの反応集。それではどうぞ。みんな意外と青の住処は綺麗な曲だって今のオープニング聞いて思ったみたいやけど、青の住処も大概エグいんだよな。青の住処を初見で聞いた時大概エグいって思ったけど、今回のオープニング見た後に聞いたら繋がってて個人的に好き。青の住処はマジで人の心ないような作品のコンセプトに相反した疾走感と清涼感がとてつもない破壊力を生んでたもん。北見達也もさすがだし、それを起用した運営も最高だし、何よりもここまでの完成度で視聴者に絶望を与えたのが素晴らしいと思う。今回のスペシャルズもねっとりした感じがマジで渋谷事変って感じがして最高なんだよな。どこまでもまとわりつく感覚好きすぎる。スペシャルズは解釈が天才すぎた。マジでこの曲が渋谷事変でよかった。キングヌーだからこそできた芸当だと思う。本当に劇場版と違うこの味を出せるのすごい。ただの赤って感じじゃなくて血液とかそういうドロドロした赤に近いのがたまらないのよ。渋谷事変の真相を表現してて好きすぎる。青の住処は青春をとにかく視聴者に見せつけて絶望を植え付けたけど、スペシャルズはその逆だもんな。どっちもやってることエグいんだよな。楽しそうにしてる五条先生や今は泣き下等くんの青春時代をふんだんに使った最高のうつを届けてくれて本当に大切に作られてるんだなって思った。わかる。なんかこれじゃない感とか言われてたけど、その意見を否定する気はないが、個人的にはこれしかないってくらい綺麗にハマってたと思う。これが今も続いてるなら最高のオープニングだったけど、この青春が消えるのが前提で見たらマジで本当にいい意味で最低だよな。最低で最高、それでいいんだよ。なんてったって呪術廻戦だからね。それが呪術廻戦。絶対に平和では終わらせない強い意志を感じるようになってきてる。明るい話じゃないから当然といえば当然なんだけど、スペシャルズは誰も笑顔じゃないのが青の住処と対比になってて好きなんだよな。そらそうだろ、ここで笑ってるのなんて呪霊だけだろ。唯一笑ってるとしたらナオビトくらいじゃないか。この状況で笑顔なのはめちゃくちゃ怖い。でもこのオープニングの中でも呪霊側は戦いそのものを楽しんでる感じして、術師側は真剣って感じがいいよな。青の住処とスペシャルズで赤色が来たから死滅回遊編は紫で締めてくるのかな。めちゃくちゃ楽しみだわ。なんか次の曲は紫色の曲になるって予想してる人多かったけど、五条先生の青春と封印っていうスポットが当たってるから次は紫ではないと思ってるんだけどな。そうなんだよな。紫は今期で出てくるならわかるけど、多分最後までスペシャルズだろうしね。そうなってくると五条先生スポットは一旦終わるから次は普通に戻りそう。赤と青が五条先生にかかってるってことすら今まで知らなかったから変に納得した。ありがとう。順天の青はどこまでも澄んでいて、反転の赤は今回みたいにどこまでもドロドロしててって感じが最高に好き。青の住処は、あっという間に過ぎていく青春っていう意味も込みで疾走感がある曲になってるんだろうな。そうだと思う。青春は一瞬で過ぎていくんだよっていうのが、なんかボア編成っていう短い時間ともかかってる気がして、本当にすごいなぁと思いながら見てた。マジで批判してる人多かったから嫌になってたけど、ここは平和で気持ちがいいな。批判なしってのも変な話だけど、頭ごなしにこれは違うわっていうのは違うなぁって思う。とりあえず青の住処は最高だよなって話よね。スペシャルズも最高だよね。みんなハッピー。たったボアであの曲出してくるんだから意味があるに決まってる。曲自体にも意味あるし、ボアって編成にも意味あるし、マジですげーわ。やっぱ話数とかも関係あるよな。青春の短さみたいなのが凝縮されてたのが個人的にはすごい好きだった。これは楽曲の話じゃないけど、青春の疾走感を大事にしてるとはいえ、5話じゃなくて1話増やして6話編成で見たかった。やっぱ早すぎる。急ぎすぎて結構はしょってる部分あったからな、それは個人的に思うけど、でもそれ含めて楽曲とか作画とか演出見ると意味あるものだと思う。
逆にケチつけるところが1話増やして欲しかったなってことだけなのも驚異的だよな。マジで1話の進みが早い分ボリュームあったし見てて最高に楽しかったわ。スペシャルズに関しては呪術廻戦の王道を通したって感じするけど、青の住処に関しては呪術廻戦って作品の新しい側面を見た気がしたな。やっぱ楽曲だけで聴いてもいいけど映像がついてくれると本当に受け取りやすいよね。呪術廻戦を明るく表現しながらしっかり映って相反した感情を一つの楽曲に落とし込めるの紛れもない天才だろ。今回のスペシャルズも疾走感あったらなって思った。やっぱり渋谷事変は戦闘のスピード感が高いから曲もアップテンポにして欲しかったな。マジでそれなんだよな。個人的には過去編こそこういうドロドロした曲にして青春の疾走感と曲の対比を作って欲しかったから残念な気持ち。かあ、わかってねえな。青の住処が疾走感たっぷりの曲だからこそ渋谷事変のこのねっとりした感じがハマってるんだろ。作品の全体を通して見てみろ。渋谷事変と開局曲説を結構分けて考えてる人多いなって思うわ。今回のこれは3つの曲があって初めてこの作品を引き立ててるのよ。疾走感が欲しいって言ってる人は幹として捉えてないよな。全体として捉えたらマジで神がかったバランスとマッチ度があるのなんて一目瞭然なのに。マジでそう。今回に関してはお互いがお互いを支え合ってることでとんでもない相乗効果を生み出してるからね。今回のスペシャルズも歌詞が呪霊側になってたりちゃんと意味を持たせて書いてくれてるから渋谷事変に合わないわけがないんだよな。むしろマッチしすぎてて引いたくらいだもん。マジですごいわこの人たち。本当にいろんなとこで言われてるけどこの曲に関してはマジで2曲揃って初めてさらに意味を持つ曲だからね。この2曲をリアルタイムで聴ける喜びったらないわ。マジでここまですごい気持ちにしてくれてありがとうしかない。なんか当時は無駄にキラキラしてるなと思ってたけどこうやって通して見てみるとこのキラキラがちゃんとこの後に繋がっててすげーなーって。作品の価値を理解できない大衆に理解させるためにレベルを落として話さないといけないのはしんどいね。五条先生の弱いやつに気を使うのは疲れるよってやつじゃん。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。